ンプのカレントのボーカルのめみです。2月1日、あるあるシティ7階で行われます東京学祭に私たちも出演させていただくことになりました。カレントは、スナックをテーマにしたちょっと懐かしい音楽をお届けしたいと思ってますので、皆さんにお会いできるのを楽しみにしています。それではカレントでした。九州の皆さんこんにちは、アマテラスレコーズボーカルの月山沙絵です。2月1日に行われる大九州東方祭、そして東方学祭、こちらの方アマテラスレコーズ参加させていただきます。ライブの方では冬の新譜も歌う予定ですので、ぜひぜひ一緒に盛り上がっていきましょう。お待ちしております。ぜひ遊びに来てください。皆さんこんにちは、幽閉サテライトボーカルのセニャと作詞の釜瀬空です。2月1日はあるあるシティ7階で無料ライブを行います。去年も2人でライブをしたんですけれどもね、今年はよりライブをパワフルにするためにギターのイクオと音量を連れてきたいと思います。絶対に盛り上がりますんで、ぜひ遊びに来てくださいね。それでは幽閉サテライトでした。またねー。今日は何やらず胸に残る元の形が消えても悲しみは消えません。綺麗だった期待も実っていた。あのドアは開けなければ知らずにいられたのに。それではカレントでした。九州の皆さんこんにちは、アマテラスレコーズボーカルの月山沙絵です。2月1日に行われる大九州東方祭、そして東方学祭、こちらの方アマテラスレコーズ参加させていただきます。ライブの方では冬の新譜も歌う予定ですので、ぜひぜひ一緒に盛り上がっていきましょう。お待ちしております。ぜひ遊びに来てください。皆さんこんにちは、幽閉サテライトボーカルのセニャと作詞の釜瀬空です。2月1日はあるあるシティ7階で無料ライブを行います。去年も2人でライブをしたんですけれどもね、今年はよりライブをパワフルにするために
ギターの行く音、音量を連れてきたいと思います。絶対に盛り上がりますんで、ぜひ遊びに来てくださいね。それでは、幽閉サテライトでした。またねアマテラスレコーズボーカルの月山沙絵です。
2月1日に行われる大九州東方祭、そして東北祭、こちらの方アマテラスレコード参加させていただきます。ライブの方では冬の新譜も歌う予定ですので、ぜひぜひ一緒に盛り上がっていきましょう。お待ちしております。ぜひ遊びに来てください。皆さんこんにちは、幽閉サテライトボーカルのセニャと作詞の鎌瀬空です。2月1日はあるあるシティ7階で無料ライブを行います。去年も2人でライブをしたんですけれどもね、今年はよりライブをパワフルにするためにギターのイクオと音量を連れてきたいと思います。絶対に盛り上がりますんで、ぜひ遊びに来てくださいね。それでは幽閉サテライトでした。またねー。今日は何山ぞ